カラスのクッピーチャンネルから皆様にお願いがございます。今ちょうどカラスの巣立ちシーズンということでカラスの保護相談が増えております。で札幌カラス研究会中村真紀子さんの方からですねもうカラスを保護されてるカラスの受け入れ先がもういっぱいいっぱいということで新たにあの怪我してる子とかねそういう子たちを一時預かれるという。 あの、お手伝いできますっていう方がいたら、あの、ぜひお願いしたいということですので、この動画の動画説明欄の方に、え札幌カラス研究会のホームページのリンクを貼っておきますので、そちらからえ飛んでいただいて、で、ホームページの問い合わせ欄からね、えカラス預かれますとか、あとあの、カラス預かれないけども、あの、 保護主さんのところにカラスの輸送を手伝いますとかねどうしてもあの電車とかそういう交通機関ちょっとね使えないのであのカラスを運ぶお手伝いしますとかそういうのでも構いませんのでぜひあの札幌カラス研究会の方に連絡を入れていただきたいと思いますまあのずっと面倒見るのはちょっとっていう方でも怪我が治るまでの間ね あの一時的にあのお探ししますとかそういうお申し出でもすごくありがたいのでぜひぜひねちょっと考えてみていただけると嬉しいです。ねえラビちゃん。はいというわけでクッピーチャンネルからですね皆様にお願いでした。